時々見かけるこの車、なんで後ろがぐるぐる回ってるんだろう、気になる。わー、待って。やってきたのはセメントやコンクリート製品の製造や販売を中心に、地域のインフラや人々の生活基盤を支える企業、キクノ。ぐるぐる回ってる。滝さん、この車は生コンのミキサー車で、固まる前のコンクリートを運ぶ車なんですよ。でもなんでぐるぐる回ってるんですか？はい、それはコンクリートは水、セメント、砂や砂利でできていて、それぞれ比重が違うので分離しないように常にこのように混ぜ合わせて運んでいるんです。しかも生コンを建設現場に届けるのは時間との勝負。材料を混ぜ合わせると 2,3 時間で固まり始めるので、90分以内に届けなくてはいけません。滝さん、コンクリートといったらどんなイメージをお持ちですか？例えばビルとか高速道路とかダムとか、頑丈で長持ちそうなイメージですかね。そうですね。じゃあコンクリートがどれぐらいの力に耐えれるか実験してみましょうか。してみましょう。直径10センチ、高さ20センチの円柱状のコンクリートに圧をかけていきます。ではお願いします。やっていきます。10トンいきましたが、コンクリートびくともしません。大丈夫ですか？まだまだいきます。まだまだいきます。50トン超えました。まだコンクリート静かです。割れました。55トンもかけてようやく割れたわけですよね。はい、55トンってもはや想像がつかないんですけど。例えばアフリカゾウ1頭で5トンぐらいなんですけど、これの場合だったらだいたい11頭分ぐらい耐えれることになります。アフリカゾウ11頭この上に積み上がってるってことですよ。恐るべしコンクリート。このコンクリート様によって私たちの生活は守られてるわけですね。その通りです。またキクノでは生コンのほか、工場でさまざまなパーツを作り組み立て、幅広いコンクリート製品を製造しています。うわー、なんかいろんな形のコンクリートがいっぱいある。これは何だろう、直角の滑り台？なんだこれ。これは L 型擁壁といって、地盤が崩れないようにするせき止める壁です。このままだとピンときませんが、ほら、住宅の造成地などで見たことあるでしょう。そしてこちらは水路。これは道路の排水と自転車の走りやすさを両立させた側溝。なんだろう、この不思議な形。あ、でっかい牛乳瓶ですか？いや違います、これはマンホールって言います。マンホール？マンホールってあの私たちがよく知ってるあの道路のあの蓋のこれですか？そうです、あれの下にこれが埋まっているんです。こんなでっかいの埋まってるんですか？そうなんですよ。この下の方に下水管がつながって、生活排水や雨水を管理する点検口になります。ああ、じゃあそこに降りていくことができるってことなんですか？そうです。あ、なるほど。おお、あ、意外と広い。マンホールの下にこんな世界が広がってたんですね。へえ。また近年多発している豪雨による浸水被害を防ぐために、キクノでは直径 2.2 メートルもの大きな下水管を製造しました。こんな大きな下水管が地下に眠ってるわけですね。はい、私の気づかぬところでコンクリートが活躍してくれてるんですね。そうなんですよ。これからもコンクリート製品で皆様の生活を安全快適に支えていきます。さらに脱炭素や環境に優しいコンクリートの開発も進めているんです。なるほど、まさにコンクリートというのは力強さと優しさを兼ね備えた縁の下の力持ちなんですね。いやー、私もコンクリートのような女性になりたいけど、不純物が混ざりすぎてるんですかね。そうですね。そうですね。そこは否定をしてほしかった。ヤクラさん、負けじと頑張りましょう。頑張りましょう。ということで